4年ぶりのヨーロッパ撮影旅行、汽車あり、グルメあり、地元のお祭りあり、そしてアクシデントありの夫婦珍道中です。今回はグレンフィナン高架橋でジャコバイト号の撮影と、スコッチウイスキーの蒸留所を訪ね、そして肉料理を食べ尽くす、スコットランドグレンフィナンとフォートウィリアムの旅です。ではどうぞ。フォートウィリアムからグレンフィナン高架橋の最寄り駅まで列車で行きます。おはようございます。今日は10月3日火曜日、フォートウィリアム駅にいます。これから蒸気機関車の撮影に出かけます。グレンフィナン方面へ向かう普通列車の車内です。グレンフィナン駅に到着しました。これから歩いて撮影地に向かいたいと思います。駅から歩いてきました。7分ほど歩いてきましたね。ここが第一ビューポイント。フィヨルドが広がって見えますね。撮影地まではまだもうちょっとあります。さらに歩いて10分程度、第二ビューポイントまでやってきました。目的地まではあと3分の1程度ですね。駅から歩いて約25分、撮影地にやってきました。そうです、ここはハリーポッターで有名なグレンフィナン高架橋です。ここで汽車の撮影を行います。残念、ここでバッテリー切れ。袋の汽車まで4時間ほどあります。天気が目まぐるしく変わり、急に雨が降ってきました。ここで雨宿りをします。天気が回復し、帰りの汽車がやってきました。今3時過ぎです。夕日に光って非常に綺麗です。よく見ると向こう側の山肌は観光客でいっぱいです。さてさて、1日目の撮影を終えまして、フォートウィリアムに帰ってきました。これから夕食に出かけます。今日は Google 高評価、このクロフターへ行きたいと思います。レストラン入り口入ってすぐのパブコーナー、日本の国旗もあります。お疲れ様でした。はい、ギネスの味はどうですか？コクがあってちょっと香ばしいですね。では地ビールであるグレンスペアンの IPA を注文しました。ビールサーバーで丁寧に入れてくれてます。美味しそうです。泡も入れてくれました。はい、美味しい、美味しい。ギネスとグレンスペアンの IPA 飲み比べてみました。ホップの香りと苦味、確かに。ではディッシュが来ました。エビのすり身のフライです。サイドディッシュでグリーンピースのバター炒めとフライドポテトがついてます。美味しそうです。こちらはハンバーガーです。大きいですね。またフライドポテトも山盛りです。エビのすり身ですか？エビのすり身、はい、上に乗ってるハンバーガーはこれオニオンですね。ハンバーガーの上はオニオン、オニオンリング、うまいですか？フライも結構なんかそんなに油がベタベタしてなくて美味しいです、エビも美味しい？美味しいね。ハンバーガーです。半分に切って食べてみましょう。美味しい。では、はい、ハンバーガー食べてみましょう。 100% ビーフのハンバーガーです。はい、肉そのもの、肉そのものの旨味があって、ね、やっぱり単純なハンバーガーが一番美味しいです。はい、ベーコンとかチーズとかなくて十分ですね。
その通り。はい。はい。タルタルがあるのを忘れた。ということで、タルタルをかけて、エビを食べます。うん、この辺で取れたんかな、エビは。うん。タルタル酸味もあって、で、美味しいです。スコットランドのピルスにしました。はい。はい、爽やかな、はい、味です、はい。お値段は一緒なの？一緒ですね。4.1 ポンドです。そうなんですね。はい。はい。完食しました。完食しました。美味しかったですね。美味しかった。エビフライとハンバーガーとギネスで 26.78 ポンド。これ以外にパブコーナーでビール2杯分 8.2 ポンドでした。おはようございます。撮影2日目の朝食です。典型的なスコットランド風に盛り付けてみました。煮豆、ブラックプディング、マッシュルームに焼きベーコン、目玉焼きにウインナー、そしてパンケーキとイングリッシュマフィン、飲み物はアップルジュースともちろんミルクティーです。昨日ヨーグルトにかけたベリーソースが結構酸っぱかったので、今日はイチゴ入りのヨーグルトをかけて食べてみたいと思います。ストロベリーの方が甘くて美味しいですね。グレンフィナン高架橋の近くにバス停がありますので、今日は雨が降ってますのでバスで撮影地に向かいます。今日は撮影地までバスで移動します。雨の中やってきたジャコバイト号、しっとりとした写真になりました。帰りの汽車撮影まで4時間ほどありますので、バスに乗ってフォートウィリアム近くにあるベン・ネビス蒸留所に見学に行きたいと思います。では早速試飲をしたいと思います。ではまず、はい、トラディション、はい、ピーチズモルト、はい、試してみます。どうですか？はい、うん、香りは非常にスモーキー、はい、非常にこう、タル、あ、タルト、もう木そのものという味わいがありますね、うん、なるほど。続いて10年もの、はい、うん、香りが非常に良い香りで、うんうん、おお、ほのかな甘みもあって、うんうん、滑らかですね、はい、旨味もあります。コメントありがとうございます、はい。帰りの列車はハーバーで撮影するためバスで向かいます。さらに午後の撮影地までバスで移動です。フォーパックカナルにやってきました。今から20分後ここを汽車が通過しますので撮影したいと思います。汽車がやってきた時は雨が止み、日も照ってきました。ラッキーでした。撮影を終えて夕食です。行こうと思った店が満席でしたので、昨日と同じクロフターへ行きます。昨日と同じクロフターに来ました。手前にあるのはラム肉のローストです。パイの上に乗ってますね。それと、こちらはサーロインステーキ。それとビールはクラフトビールとポスタークラフトビールとティーですね。まずティーを試してみましょう。あっさりすっきり。次にポスターのクラフト。こっちの方がやっぱコクがあるのかな。あ、クラフトビールの方がコクがある。どうでしょう、いかがですか、はい、味は。はい、おめでとう。こちらが羊ですね。ソースがかかって、はい、うんうん、豆もついてる、うん、このソースが濃厚で美味しいですね。ありがとうございます、はい、サーロインステーキです、はい、あ、焼き具合もいいですね、はいはい、では実食、はい、美味しい。ジューシーですね、うん、ジューシーで身が臭い、うんうん、肉の旨味があります、ね、うん、和牛じゃなくても美味しいね、美味しいね、はい、うん、
杯目のビールですが、なんか色がすごく薄い感じがしますが、ね、そうですね、ニスキン、ニスキンというか、これもまあ、はい、ラガーですね。あ、ラガーなんですね。あ、では飲んでみましょう、はい。うん、ホップが効いてますね、うん、味はホップの苦味があって、はい、喉越しは非常にいいです。どれが一番好きですか？うん、これもいいし、このやっぱりホスターのこのクラフトは味が一番深いですね。そうですか、うん、はい。付け合わせのこのカブをマッシュして少し塩コショウしてるものですね。ビール3杯と食べ物2種類完食です。ビールは銘柄によって入れ物が違うんですね。違うし、もう味も全然違いますね、はい。羊のシチューとサーロインステーキ、それにビール3杯で合計 40.38 ポンドでした。スコットランド撮影3日目、最終日の朝食です。クロワッサンとカプチーノにしました。やはり健康のためには毎朝ヨーグルトを食べておきます。フルーツシリアルの上にいちごのヨーグルトをかけました。では実食です。うん、美味しい。お隣のテーブルでは何やらおしゃれなものを食べてます。パンケーキの上にベリーソースをかけて食べてますね。今日も天気が悪いのでバスでグレンフィナン高架橋に撮影に向かいます。今日も天気が悪いので移動の利便性を考えてバスで撮影地に向かいます。今フォートウィリアムで発車したところです。小雨の中、白煙たなびく綺麗な写真が撮れました。グレンフィナン高架橋のスターセンターです。看板にちゃんとハリーポッター映画撮影地と書かれています。スコットランドのスカート状の伝統衣装フェーリアを履いたバスの運転手さんです。グレンフィナン高架橋の撮影3日目、今日も雨です。最終の列車は鉄橋の南側に来ました。ここからもグレンフィナンの街の一望できるところです。観光客がいっぱいです。鉄橋が見えます。これから汽車が来ます。ドローン撮影は禁止のようです。小雨で霞む中、汽車が白煙を上げてやってきました。幻想的な写真が撮れました。さて次回は撮影を終えたスコットランドからロンドンへと列車で戻ります。個室寝台列車を利用したイギリス憧れの夜行列車カレドニアンスリーパーの旅です。どうぞお楽しみに。よろしければチャンネル登録お願いします。サチトラベルでした。